はい、ユーデックスです。さあ、まず皆さん質問なんですけど、皆さんね、いろんな異性とかそういったね、好きな人のタイプってあると思います。で、僕自身もね、こう女性のこういったタイプの方が好きとかね、まあそういったものがあるんですけど、まあ僕もね、こういった植物をやっていると、そのね、自分好みっていうのがね、生まれてきます。で、皆さんも同じようにいろいろなね、植物、アガベとかサボテンとかディッキアとか、こういったアロエとかエケベリアとか、いろいろなこういった多肉植物をね、やってらっしゃると思うんですけど、同じようにね、だんだん自分好みというか、まあね、この自分の好きな、こう、ちょっとそういった、ね、ものに偏りがちになったりとかすると思うんですけど、僕自身もね、今、アロエをね、いろいろな品種を育てていて、もうね、自分好みというのはもちろん持っています。でも、やはりね、皆さんにもいろいろなアロエを知っていただきたいですし、ね、そのアロエってね、あ、こういうタイプもあったんだっていうので、ちょっとね、新しい発見があると嬉しいなと思って、今回ね、このね、模様のついたアロエのベスト3の企画をやっていきたいと思っています。はい。なので、今から順番にね、今回その3品種を紹介していきます。なので、模様のついたアロエのね、あ、こんなタイプもあるんだっていう新しい発見があったら嬉しいです。はい、じゃあ早速ですね、まあ、ベスト3ということなので、順番に3、2、1という順番で説明をしていきます。はい、じゃあまず1品種目です。こちらがですね、アロエのね、マクログリーニーという品種です。すごくかっこいいですよね、このね、この模様のついたこの白いね、点々の部分が、これはね、結構もうまばらといいますか、まあ、横に連なってたりというよりかは、もう本当にね、点々点々点々点点点という感じ で、特にこのね、裏面、まあ僕は結構、まあよく植物で A 面 B 面とか言い方もしますが、僕はここね、裏面の部分、勝手に C 面って言ってるんですけど、このね、C 面の部分の葉のこの、わかります？これめちゃくちゃかっこいいんですよ、この模様。まあね、結構アロエってこのね、こう正面から見た A 面だけじゃなくて、この葉の裏、C 面の部分も結構見てみると、全然ね、この A 面とはまた違う模様の形を形状していて、めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、僕はこの模様のタイプってすごくね、この横に連なってたり、今ね、このマクログリーニーみたいにまばらに点々点としていたり、このタイプが違うので、その品種ごとに模様を楽しめるっていう魅力を持っています。はい、で、このマクログリーニーね、今ね、このね、株自体はちょっとね、ピンクがかっている葉なんですよ。わかりますかね。はい、こっからね、またね、まだ今まだまだ成長期ですし、これからね、また夏に明けて気温がぐんと上がるので、またそこからね、どういった株色とか葉の色も変化していくのかなっていうのを楽しみにしているので、またね、なんか新しい発見があったら紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあ続いてです。はい、こちらですね。はい、こちらがアロエのね、ベルテマリアエというね、品種になります。エチオピアのね、原産のアロエになります。またこれもね、色合いがね、ちょっとやっぱなんていうんですかね、南アフリカとかマダガスカルとは違う、まあ、こういったね、この株色の色合いがまたね、このエチオピア原産はね、ちょっとね、特有ですよね。はい、これめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、さっき言ったこの C 面もね、これわかりますかね。あ、かっこいいですよね、この点点点点って。ちょっとこのね、タイプは横に連なってたりするんですけど、でもやっぱり葉ごとにちょっとね、違うんですよ。はい、ここがね、このアロエのもう最大の魅力というか、葉っぱごとに模様もね、もう全然違うんですよね、タイプがね。なんでここもいろんな新しい発見があるので、こう自分好みの葉を見つけるのもすごくかっこいいし、またね、こういったね、アロエも今言ったようにエチオピアとか、そういった有名な南アフリカとかマダガスカルとはまた違うね、原産地のアロエをこうね、また手にするのも楽しみなのかなと思っています。で、やはりね、こういったマクロ、この子もね、もう葉っぱのね、シャープがすごく細いですよね。さっきのマクログリーンも細いんですけど、さらにこう細長いっていうタイプですよね。なので、こういったね、アロエの模様のタイプでも、いろいろなね、葉っぱの形状もあるので、皆さんの自分好みの、このね、アロエを見つけるのもすごく楽しいかなと思います。とにかく、色合いがすごくかっこいいアロエです。はい、そしてね、まあ本日の第1位、まあと言っていいんでしょうか。まあ今現在のこのね、模様のついている僕のユーデックス的第1位の模様アロエはこちらになります。はい、こちらがね、アロエの
ベルドールニアエというね品種になります。もうね本当にねすごくもうこの模様ももちろんなんですけど、株色とこの葉の色、このちょっと赤ね、この先の部分は赤色なんですけど、葉自体はちょっと黄色っぽい色してるんですよね。わかりますかね、こういった感じで、はい。で、C 面はこういった感じのタイプになります。はい。で、結構アロエも見てみると、同じようにね、こう今ちょっとね、まあ V みたいな、こういったものがどん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 順番に連なってるっていうタイプですよね。こういったタイプも結構ね、アロエのいろんなものを見てみると、このね、模様タイプもいろんなタイプがあるのかなと思います。でもやっぱこうやってね、こっちの葉とかはもう本当にそうやって今まだ V ではなくて本当にね、もうまばらな感じで、まあこういった感じで本当にアロエって模様一つで葉一つで A 面 C 面でも全然違うので、もうこれ全く魅力がね全然それぞれ違う発見があるのですごく面白いです。でこのベルドールニアエっていろいろね今まあネットとかもあると思うので、皆さんインスタとかいろんなものでね調べてみてください。これね結構大きくなるんですけど、かなりかっこよくなります。なので僕もね、これ、まあ、これから、もう今成長期に入っているので、ちょっと、地植えをして、ちょっと今年はさらに巨大化させたいっていうね、思いがあって、なので、これ、秋頃、また10月、11月になった時に、どんな姿になったのかっていうのをまたね、皆さんにご紹介できたらなと思っています。はい、ということで、今回は、模様のついたアロエベスト3を紹介させていただきました。まあね、これあくまで今月の模様のついたアロエのベスト3なので、またね、来月とかになったら、またね、僕の好みも変わってるかもしれないし、またね、ただ、成長ごとによって、本当にね、また印象とか色合いとかも変わってくると思うので、またね、その時に同じ品種でもね、また3ヶ月後とか半年後に、こんだけ変わったよっていう変化も、皆さんにお伝えできたら嬉しいなと思ってるので、ぜひね、またこのチャンネルもね、応援していただけると嬉しいです。はい、じゃあまあね、こういった感じで、今回、このね、アロエのベスト3っていうね、結構ね、このシリーズ何回かやっています。なのでね、また以前のね、動画とかも、チェックしていただけると嬉しいです。はい、今回もね、この動画また良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた皆様ね、かっこいい模様のアロエを見つけてください。